はい、今回は急遽の動画になるんですけど、こちらちょっとね、ネットで注文したアイスになるんですけれど、これね、佐川さんで来たんだけどね、見てわかるかな、濡れてんだよね、外が。一応注意書きにマイナス18度以下で取り扱ってくださいって書いてあるんだけど、今これ来たばっかなんだけど、ちょっとね、濡れてるんで、もしかしたら中身大丈夫かなと思って動画撮り始めました。ちょっとお待ちくださいね。見ちゃいけないのが入ってるかどうか横で確認するんで。おっと、いや、いい、とりあえずね、中からこんなの出てきました。まあ、この番号は出ても大丈夫だと思います。これ普通にネットで買ったやつなんだよね。待ってくださいね。なんで、なんか商品の破損および回答は下記までご連絡ください。ドライアイスにご注意ください。アイスクリームは少々柔らかくなることはございますが、すぐに冷凍庫に入れていただき、冷やしていただくと美味しく召し上がりいただけますというふうに書いてあります。なんで、まあちょっとの溶けだったら OK ってことかな。で、中にはドライアイスが入っているようです。さあ、このね、アイスクリームなんですけど、ね、まあ、ちょっとね、いいやつを買いました今回。で、開けるとなんですけど、まず第一にドライアイス、これ多分ドライアイス入ってたっぽいんだけど、ドライアイスはないっすね。こんな感じ。これドライアイスって書いてあるぐらいなんで、多分ドライアイスが入ってたと思われるんですけど、ドライアイスはありません。多分溶けちゃってるね。ちょっと待ってください。中、はい、今回ね、購入したのはこちらになるんですけど、中身どうだろう、大丈夫かな。はい、これハーゲンダッツ、これね、業務用のハーゲンダッツ買ってみました。まあ、残念ながら、とりあえずね、注意すべきドライアイスっていうのが切れていたんですけど、中身どうだろうな。なんか見た感じまだ溶けてなさそうなんだけど、じゃんと。お、よかったよかった。中身無事でした。なんかね、ちょっと来た時に今ちょっと伝票見せられないんだけど、の住所と名前書いてあるんでね、伝票見せられないんだけど、このね、袋のこの佐川の上、まあ、水今見えてると思うんだけど、この上の伝票びっしょびしょだったんですよ。で、うん、ちょっと結露が出てるってことは、うん、なんか、溶け始めてたりとか、そういうのがあるのかなと思って、今ちょっと心配して開けたんですけど、まあ、ドライアイスの方はね、見事になくなっていたんですけれど、なんとか中身の方は無事だったようです。うん。2リットルのね、ハーゲンダッツ、無事届きました。まあ、そんな感じでね、今回、本当は、まあね、自分も最近 YouTube 始めてね、なんだろうね、これ溶けてたら溶けてたらいいなとか思ったんだけどね。まあ、溶けても仕方、あ、いいなじゃないね、仕方ないなっていう。まあ、普通のね、購入してる方だと、まあ、溶けていたら多いってなると思うんですけど、まあ、自分の場合ね、まあ、溶けてたら溶けてたらネタかなとか思って、ちょっと開けたんですけど、まあ、ありがたいことに佐川さんしっかりしてますね。ちゃんとアイスクリーム溶けずに来ていました。まあ、こんな感じのね、何のオチもない動画になるんですけど、今後ね、またこのハーゲンダッツを実際に食べる動画、等々もね、2リットルの業務用バニラアイス、あげたりしますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいて、ありがとうございました。